3日間にわたる熱戦もいよいよ大詰めを迎えますいわき平慶輪の F2 シリーズいわきゴールドしいカップ第9レースは A 級の決勝戦です現在のバンク上の気温は29度風は1コーナーから3コーナーに向けてバックは追い風となっています風速は1メートルです では対戦メンバー1番から順を追ってご紹介してまいります1番が福島の佐藤慎太郎です2番埼玉の宮下隆之3番千葉の中曽直彦4番が千葉の近野俊明5番が福島の宇佐美雄貴6番が東京の寺沼拓馬そして7番が宮城の安倍海斗。 以上七名によっての対戦となりますいわきゴールド椎茸カップの決勝戦ですさあここは地元の宇佐美か市場の今野か人気は割れております五番の宇佐美は連日成功で結果を出している安倍海藤目標に今季 A 級三度目の優勝また 4番の今野と明は自力で3連続優勝を狙います。宇佐美か今野か。発送いたします。注目が集まる力勝負。ラインは3つに分かれての戦いです。すさあゴコーラって第級レース決勝戦がスタートです。 さあ今野がおかかっていきましたが佐藤慎太郎が前を取りましたそれから宮下が続きます4番の今野が3番手さあここから各選手がラインを形成していきます前を取った地元の佐藤慎太郎5番の宇佐美がゆっくり番手を上げていってさらには7番の阿部海斗です阿部は地元を二人を連れてどんな走りを見せますか。 もうここは力を出し切るだけといったところでしょう7番の阿部を今宇佐美が迎え入れました地元勢がまず前方で連携ですそれからあとは中段に構えたのが最強コンビ6番の寺沼拓磨に2番の宮下寺沼も首相初優出気合入っているでしょう2番の宮下がマークに入りますそれから連日力強い走りを見せている4番の近藤利明 高校であとは3番の中、曽直彦です。これで各選手の位置取りは決まりました。初日は金から、それから昨日はホームからでしたが、先行して1着2着、そのうからアピールしております。昨日、準決勝同様に宇佐美が阿部の先行を降りして、あとは1番の佐藤慎太郎が初日同様、宇佐美を追走です。さあ、レースが動いて4番の今野が高校の位置を嫌った。 今野の先鋒はどうでしょうか3番の中曽藤が昨日同様続くそれから6番の寺沼拓馬。さあ初版初輸出ということでさあ気持ちも入っていそうです6番寺沼がああこの辺り腹をくぐった2番の宮下を連れて 寺沼が最終先攻になっていくあとは中段あたりも連れて4番の紺野が3番で抜け出したそれから5番の宇佐美が紺野につけるような格好になりましたさあ紺野の仕掛けここはちょっと難しくなってきたがさあ3番でここから踏んでいく続けるか5番の宇佐美優輝さあ最終3コーナーから4コーナーへのカーブに入るあっとちょっと宇佐美絡まれてしまった苦しい先頭は4番の紺野あと追ってくるのは1番の佐藤慎太郎4番の紺野敏昭3連続優勝です さあ宇佐美は道中少しにセンター一番大事なところで絡まれてしまって失速あとはこのあと第9レースを終了いたしましたではリプレイで6番の寺の間が先行勝負に。 それから金野の番手あたりに宇佐美が収まっていたんですが大事なところで阻まれてしまって金野がそれを知り目にするような格好で4番1番2番という体制になりました4番の金野利明が1着2着には1番の佐藤慎太郎それから2番の宮下孝之という体制になりました なお正式な決定はまだ出ておりません。どうぞ審判からの正式な決定放送が出ますまで。えー、お手元の投票券は大切にお持ちいただきたいと思います。正式決定もうしばらくお待ちください。永久決勝決定。一着。四番。今野敏明。二着。一番。佐藤慎太郎。 三着。二番。宮下隆之。いわき平競輪。第九レースの。 払い戻し金をお知らせいたします。2>, 2枠服、発売しておりません。2枠単、発売しておりません。2社服、1番、4番、2,010円。2社単、4番、1番、2,430円。3連服、1番、2番、4番、7,310円。3連単、4番、1番、2番、2万、2,050円。 ワイド1番4番390円2番4番1120円1番2番1630円以上でございますそれでは改めまして最終第9レース A 級決勝戦の結果です1着優勝は4番今野俊明2着1番佐藤慎太郎3着2番宮下隆之 払い戻し金2車単は4番1番で2430円3連単は4番1番2番2万2050円でしたその他の払い戻し金額はご覧の通りとなりましたそれでは旧レースをもう一度 VTR でご覧くださいをくぐった2番の宮下を連れて ケラ沼が最終先行になっていくあとは中段あたりもつれて4番の今野が3番手抜け出したそれから5番の宇佐美が今野につけるような格好になりましたさあ今野の仕掛けここはちょっと難しくなってきたがさあ3番でここから踏んでいく続けるか5番の宇佐美ゆきさあ最終3コーナーから4コーナーへのカーブに入るあっとちょっと宇佐美絡まれてしまった苦しい先頭は4番の今野あと追ってくるのは1番の佐藤慎太郎4番の今野俊さあ最終段階レース 勝ちました紺野選手のコメントです千葉の野としやき選手ででですす強かったですねおめでとうございままますす <laughs> あありりがとうございいささどのたで優勝を確信されましたいやもうギリギリまで本当誰か後ろに来てるんじゃないかとかもう不安でしょうがなかったですね本当ゴールしてから横見て誰も来てなかったんで <laughs> かなり後続突き放してましたけれどもいやもう全然後ろ見る余裕なくて本当分かんなかったですねさあ完全優勝ということなんですけれども この三日間振り返っていかがですかそうですねちょっと自分らしいもう本当縦の勝負がちょっとできなかったところもあるんで次はしっかり先行まくりゆであの力を発揮できるようにそこが課題ですねもっか2場所連続完全優勝で三、えー、場所、えー、今度は特別賞級というのがかかってきますねああんまり気にしちゃうと失敗するんでもう できなかったら力がないってとしっかり割り切っていきたいと思いますさあその次の開催はどちらを次は前橋ナイターですね頑張ってくださいでは最後にファンに向けて一言お願いします <laughs> 次も優勝目指して頑張るんで応援よろしくお願いしますさあいわきゴールドシー茸カップ見事優勝を飾った千葉の近野俊明選手でしたおめでとうございましたありがとうございました